届いたよ、ついに届きましたよ、PS5。結構大きい箱が。はいはい、ということで、皆様こんにちは、ムーンです。ちょっとね、顔出ししようかなって思ったんですけど、ちょっとね、さっきまで化粧してたんだけど、この PS5 が届くまで前にね、ちょっと化粧落としちゃって、やるのめんどくさって思っちゃったので、今回はね、ちょっと顔出しなしで動画撮らせてください。いや、ついに来ました、来ました。いた、鼻めっちゃぶつけた。来ました、 PS5。 結構でかいっす。すぐに必要ないかなって思ってたんですけど、まさかのね、FF 道具じゃない、 FF7 インテグレート、ユフィのエピソードを収録されてるやつ、あれがね PS5 だけっていうのをね、知った瞬間に、あ、これは PS5 買わなんて思って、いろいろね、アマゾンとか申し込みしたんですけれどもね、もうね、ことごとく争奪戦、ことごとく抽選には外れ、もうね、今年下手したら、今年度は無理じゃないかなって思ってた矢先にね、楽天ブックスさんの抽選で、運よく当てることができて、ついに来ました、 PS5! ということでね、今回は開封の儀をやっていこうと思います。ちょっと箱も全部写そうかな。こんな感じになってるんですね。結構重たいです。はい。で、後ろがこんな感じ。はい。そう、ただね、置く場所どうしようかなって悩んでるんですけどもね。で、PS5。じゃあちょっと早速開けていきますか。いや、やっぱさ、新しい、ゲームハードはワクワクしますね。はい。あ、ちなみにね、あれです。なんだっけ。あれ、デジタルリマスターじゃなくて、ソフトも入れられるやつ、5万5千円ぐらいするやつ、そっちの方を買いました。はい。まあでもダウンロードがメインになってくると思うけどね。じゃあ早速、ちょっと開けていきます。上には、これあれかな、本体の電源かな。ね、こうなってるから、端子が。あ、USB とかじゃないもんね。USB だったらコントローラーかもしれない。来た、コントローラー。あー、かっこいい。 ちょっと PS4 のコントローラー持ってこようか。 PS4 のコントローラーもね、私白なんですよ。はい、ついでに3も持ってきた、 PS3 のも。で、これは4ですね。で、こっちが3。はい、まあ、4から3ってあんまり変化ないと思いますけど、こう5とね、比べたら、なんか、一気に変わったって感じしますね。なんか、ボタンの感じこれなんか真ん中のプレステのボタン、こうなってんの、なんか、こう、プレステのロゴが、このボタンになっとる。ね、4はこんな感じで丸いボタンだったけど。おー。あ、でも持ちやすいね。持ちやすいわ。そうで、このね、十字キーとかね、この四角、丸、三角、×のボタンがクリアになってて、はい。で、これがタッチパッドですね。わー、かっこいい。 はい、コントローラーです、まず。いや、今までお疲れ様、まあ、まだ使うけどね、PS4。お疲れ様でした。まあ、PS3 もね、まだ PS3 オンリーのソフトとかたくさんやりたいのあるから、まだ使うと思いますけれど。はい、じゃあ、とりあえず、コントローラーと、電源ケーブルかな。はい。これ説明書だ。私読まない派なんですけどね。まあでも箱の中に入れておこうと思います。ケーブルが出てきた。これなんだろう。あ、これあれだ。コントローラーのやつだ。はい。コントローラーのケーブル。USB ですね。あ、スタンド？これ本体の。かな？これ縦置きにできるやつかしら。こういう時にこれを読むんですよね。これをね。なんか縦置きでも横置きでもなんか使えるみたい。これスタンドですね、スタンド。やばい、もうテンションが上がりまくって、もうね、早くね、FF7 ダウンロードしてやりたいんですけど、まあね、動画投稿すると思うのでよろしくお願いします。あとこれは、HDMI ケーブルですね。はい。キャプチャーボードとつなげると思いますけれども、これ1メートルぐらいかな。もうちょっとなんか長いやつ持ってたら多分そっち使うと思いますけど、でもついてるのありがたいですね、 HDMI。 はい、そして本体来たー。本体、ちょっと袋に入ってるんでね、
あ、袋じゃない、これ巻いてあるのかな。あ、巻いてるんだね。こう衝撃吸収のシートみたいな。よいしょ。お、わあ、かっこいい。来ました。こんな、ここにプレステのロゴ。おお、ちょっとね、ここにちょっとほこりたまりそうで怖いんですけど、この隙間の部分ちょっとね、定期的にほこり取りのモップリススって履きながら綺麗に使いたいなって感じですね。あー、かっこいい。え、でかい。ね、ちょ、私の肩幅ぐらいかな。私肩幅結構広めなので、はい、ピカピカですわ。いやー、いいね。まあ、縦分けで使うかな、小スペース意識して、はい、ということでこんな感じでした。開封の儀、ただ開封しただけっていうだけだったんですけれどもね。いやー、ぜひね、まだね、ゲットできてない方いると思うんですがけどもね、できるだけ定価でゲットするのをおすすめします。はい、アマゾンだとあれですよね、定価じゃないもので出回ってるのだったら13万とかそれぐらい、このデジタルの方じゃないやつだったらね、したりもするので、やっぱりね、粘り強く抽選にね参加していけばいつかは当たるんで。私もね、3ヶ月ぐらいかかったかな、抽選に参加して、はい、それ私はことごとくさ、こういう運がない人間なんですよ。それでもね、やっぱりね、粘り強さが勝ちましたので、はい、根気強くね、クリスマスプレゼントだったりとか、はい、今年中にゲットできることを、はい、祈っております。頑張って頑張って、私でもできたから、はい。じゃあちょっとセッティングして見ようかな。はい、まあ、とりあえず開封は以上になります。ありがとうございました。はい、ちょっとね、縦置きにするつもりだったのがね、ちょっと置く棚が高さが足りなくってね、結構高さあるんですよね。なのでちょっとね、一時的に横置きにしてるんですが、今ね、こうレストモードっていう状態になってて、ここね、縁が青く光ってかっこいいんですよ。めっちゃかっこいい。はい、で、あとね、コントローラーね、今こうレストモードで電源切ってるような状態だから光ってないんですけど、はい、今ね、コントローラー、PS4 じゃない、 PS5 の電源をつけて、で、コントローラーもね、接続している状態なんですけど、こんな感じでね、真ん中がね、白く光るの、ちょっとおしゃれだよね。で、思ったのが、めちゃめちゃ静か。うん。起動音がめっちゃ静かですね。いやー、さすが5万5千円かけて買っただけあるなって感じです。はい、それでは PS5 起動してみました。はい。なんかメニューも一気に変わりましたね。これなんかまた壁紙とか変えられるのかな ?PS4 の時はね、クラウドの壁紙にしてたんですよ。FF7 の。なのでね、ちょっとまたクラウドに変えたいなと思いながらもね、今ね、セーブデータの移行をやって、で、今、テールズ・オブ・ベルセリア実況やってるのでね、それを今 PS5 の方でも引っ張ってきてるところかな。はい、いろいろね、データの移行の手続きもできたので、で、あとはまあ、買ったものをダウンロードしていくだけって感じですね。はい、で、やってみて、ちょっと操作してみて思ったのが、まあ、前々からね、話題にはなっていたんですけれども、決定ボタンね、のバツボタンで決定っていうのが未だに慣れないというか、未だにっていうか、やっぱり慣れないなっていう印象はありますね、操作してみて。え、なんかさ、アップデでさ、ボタンの配置とか変えられるようなアップデってまだ来てない？まあ、これから来るのかどうかもわかんないんだけど、ねえ、まあ、これに限っては慣れるしかないのかな。もう PS5 ご購入された方は慣れましたか？まあ、習うより慣れろですよね。はい。ということで、じゃあこんな感じでね、PS4 で実況していたものも徐々に PS5 に移行していくと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、開封動画ここまでにします。ご視聴いただきありがとうございました。